銭形平次打ち明け話。野村古道。昭和6年のある春の日の午後のことである。かねて顔見知りで、同じ鎌倉に住んでいる姿田尾くんが、その当時報知新聞記者であった私を訪ねてきて、2階の応接までこう話したのである。今度売る読み物を月刊雑誌にすることになったが、その初号から岡本喜道さんの捕り物帳のようなものを連載したいと思うがどうだろう。君にそんなものは書けないか、というのである。岡本喜道さんは、修善寺物語の作者であるばかりでなく、捕り物帳にも優れた江戸情緒を持って、我々後世の及び難い才文を示した人ではあるが、私にはまた、私の考え方があるかもしれず、岡本先生の真似はできないが、私はまた私の書き方があるかもしれない、と、簡単に引き受け、銭形平次は、その月から、連載読み切りとして出発し、50回前後で半歳ばかり休んだ外は、戦争中の休館を別に、まずまず今日まで続けてきたのである。その間25年間、約300回に及び、新聞その他、他紙の発表を加えて、300ページ50巻、中、まだ定本にならぬ前の別の本という、驚くべき大量となったのである。最初私は、同心、与力または御奉行であってはいけない。最初から江戸の市民でなくてはいけず、シャーロック、ホームズのように、自由でなければいかず、もう一つ、特殊の技能を持った、英雄人でなければいけないと思ったのが、銭形平次を作り出した動機であるとも言えるだろう。四分線を放らせたのは、第一回からの特技で、これは、水滸伝。のぼ通船長生が、腰に下げた錦式の袋を探って石を通るのと同一型の思いつきに過ぎない、毛利玄達の吹きや、八丁つぶての騎兵次のつぶて、古来作家はしばしばこの手を用い、放送や映画などになると、近頃は一向に銭を通らせないではないか、などとお客様に叱られたほど、これが通俗になってしまい、いささか作者を並行させている次第である。しかし作者の意図は別にあるわけで、今日はそのことについて少しくお話ししようと思う。一体私は東北の壁村の井で、祖先の名は、源九郎義経とも平の清盛とも伝わらず、元禄時代からの墓碑も残っているが、全くの水の未百姓である。祖先のおかげで中脳程度の土地は持っていたが、士族が通れば、道の一宮に避けて、丁寧にお辞儀して通った百姓の子である。明治初年に生まれて、10年代に成人し、封建思想が村の隅々まで残っていた私の少年時代に、我々を虐げ尽くした階級を憎み、庶民に同情しようと思い定めたことはまたやむを得ない。捕り物帳という、仮初めの仕事をするにあたって、この初一年が、私を鼓舞したことも考えられないではない。侍階級でも随分立派な人はないわけではなく、中には驚くべき清廉な君子人も少なくはなかったが、それは仏心ついてから、私が掘り出したことで、その例をもって侍階級の一般を律するわけにいかず、私の少年の頃の憎悪は、依然として徒食する人たちや、ダバの背から、飛び降りて道を避けさせた人たちに向けられたことは言うまでもない。私の書いた、307/80編の銭形平次を丁寧に読んで下すった人は、すでに気がついておられたことであろうが、
私は大した意識もなしに、侍階級に対する反抗を企てていたのである。300年前の槍一筋の手柄を言い立てて、子孫代々と食する不合理さは至るところに指摘してあったと思う。死を調べるまでもなく、私の祖先の幾人か破天荒期の南部藩の有名な百姓一揆に加わり、殿様に反抗して、仙台藩の仲介までも煩わし、その記録は、私の書庫にも残っており、私が子供の頃頃からも親しく聞かされたものである。それは早くも時代を隔て世紀を変えて、今は昔物語に過ぎない。私の弟は今もって祖先の土地を守り、裕福に暮らしているのである。私が100年前の階級制度を鳴らしたところで、一向につまらない話である。鳥物町に反抗精神があると言われたのは探偵評論家の白石清であったと思う。今の人は百姓一揆も知らず、天馬、手振りの不益の激しさも知らないが、明治生まれの私には、人ごとならず実感を伴うのである。平治が江戸の風物を愛しながら、一脈の反骨を蓄えるのは、こういった私の経験に根ざすものがあるのではあるまいか。だがしかし、平治の成功は八五郎の成功だとも言えるのである。この大長編に八五郎というものが出なかったら、なんと寂しいことであろう。正直デロドンで、いささか惚れっぽくて、足の達者な八五郎は、銭形平次にとっては申し分のない相手でもあり、助手でもあったのである。八五郎の登場は、連作物平次の第三話あたりのように思うが、八五郎の発見は、平次を書き続けさせたとも言えるのである。八五郎をもって代表する江戸っ子はなんと多いことか、落語に出てくる熊公、八公、芝居の仕出し、おびただしいやじ馬族、すべてが八五郎族であり、少しの英雄素質のない存在であり、少しの才分も天才もない、平凡そのものの存在である。近頃ある描写が、八五郎がだんだん賢くなると言っている。賢くない人間を30年間賢くないままに書くということは、なかなか容易ならぬ技である。あるいはまた、近頃は八五郎の方がより江戸っ子になり、平治の方がはるかにフェミニストになったと言っている。長く書き続けている間にそんなことになったのかもしれない。私自身は決してそんなつもりではなく、八五郎を同家役者にするつもりなど、毛頭あるわけはない。ただ、正直で勤勉で、邪念がなくて、職業意識だけを身につける、八五郎という人間を考えたに過ぎない。もう一つ私は長い間新聞記者をしていたために、明治の末から太平洋戦まで、骨の髄まで新聞社の空気が染み込み、平治と八五郎が、新聞記者になっていたかもしれないのである。江戸の岡っ引きが、実際平治や八五郎のようなものではなく、明治の新聞記者が見まじは平治や八五郎に似ているかもしれないのである。親分子分には違いないが、おじさんの各平次と八五郎は、新聞社の部長と部員のようだ。とこれは、若い新聞記者の言った言葉である。20年の長い間、平次と八五郎を、新聞社の編集局の同僚のように書いてきたかもしれないのである。新聞社に30年も住んで一つも新聞記者小説を書けなかった私が、思わぬところで馬脚を出したわけである。人はいつの世にも、大岡裁きを喜ぶものである。
小争いに始まって、石地蔵をお知らすに引き出す興味、三方一両損の論理、カワハギ獄門のトリックは、いつになっても変わらない興味である。旧約、聖書、の昔からソロモンの伝説があり、大岡越前主は未だに天下の名判官で通っている。我々は法治国の国民であり、座左心体ことごとく法によって縛られているにかかわらず、法の外の方を楽しもうとしているのである。心象筆罰は結構なことであるに違いないが、実際の世の中は、もう少し融通の効いた、希望を持って裁いてもらいたいものである。法は冷たく厳しい、ジェン、バルジェンは、かかるがゆえに障害をかけて、追い回されたのである。キネズミ小僧はやはり許してもらいたいのである。それは読者心理である。鳥物小説はこうして生まれ、こうして発達した。鳥物小説の世界では、偽善者は不可告に罰せられるが、キネズミ小僧は大手を振ってのさばり返っている。大岡裁きはこの世界では、生きて通用する。江戸という世界は、決して良い世界ではなかったかもしれない。侍階級は威張り返り上実によって物事が運ばれ、賄賂は供養したに相違なく、各所にボスが幅を利かし、あらゆる進歩は止まったことであろう。それは良い世界ではないが、時を隔てて考えると、誠に良い時代だったとも言えるのである。ここには万髄院の長兵衛が生きており、式亭三馬や実編者一句も生存し、ネズミ小僧次郎吉も、弁天小僧菊之助も、生きていたに違いない。人間は火力で天端で、時には途方もない物語人間が生存していたに違いない。随分苦しい生活であったが、猫の飲みを捉えても暮らしが立ち、耳の穴を掃除しても三度の飯にありついたのである。今の世の中、汚職という字が新聞から消える間もない世界とは、なんという違いであろう。人々が暮らし良かった昔の時代を恋しくなるのも、またやむを得ないことではあるまいか。鳥物小説は木の文学だと言われている。鳥物小説と限らず、日本のあらゆる芸術は、木の芸術であると言えないことはあるまい。和歌、俳句、雑俳、音楽から美術に至るまで、機関の支配を受けないものは一つもないとも言えるのである。周相家元喜道先生は、この点に目を注がれ、作物の中に、機関と江戸の年中行事を取り入れて、半七鳥物帳の成功を生んだと言えるのである。試みに64編の遺作のうち一つを読んだだけでも、紙面に溢れる機関に、読者万人は打たれずにはいないだろう。我々五章はその威風を学んで、岡本先生の域に達しないのは、時代の違いであり、年齢の違いであり、さらにまた天文の違いであると申すの外はない。この機関の取り入れは、岡本先生の成功であるばかりでなく、我々御章をして及びがたしの感を抱かせる原因である。名著、江戸二十手の話、を生んだ岡本先生は、誠に及びがたき徳学でもあったのである。間違ってはいけないがそれは単なる知識の量ではなく、これを処理した、岡本先生の詩人的要素でもある。作者としての働きでもあったのである。機関の処理の次に、私はやはり知識の量を上げなければならぬ。あらゆる作物は、おびただしい知識の量を必要とするが、鳥物小説もその例に漏れず、潜在的に博識でなければならないのである。
少なくとも外国の新しい探偵物語には、精通していた方がよろしい。この意味において、コナン、ドイルは経典的で、遡ってポーや、近頃アメリカで騒がれている、新人の作物も一度通りは知っていた方がよろしい。私はかつて、弱電気に感電子を書いてトクトクとしていたことがあるが、同じ月のある雑誌に小坂井不牧師の同じ弱電気紙を扱ったのを発見して、肝を潰したことがある。すべてのものを読むのは、人間技としてできないことであるが、少なくも、赤髪組合、いや、まだらの紐はできるだけ避けなければならない。私は筋立てに行き詰まると、かつてコナン、ドイルを呼んだものである。オルツイ夫人は思いのほか役に立つ、あのトリックをそのまま利用しては困るが、逆または反対に利用することはできるわけである。私はかつて、十二の師匠の一部を利用して、筋は全く違っているのであるが、探偵作家の帽子に指摘されて弱ったことがある。新人の例えばクイーンなどのものは、理屈が多くて、筋が複雑で、あまり役には立たない。それよりは、コリンズ以前の古典探偵小説の方が面白かろうと思う。ただし読者も多いことだから、そのまま筋やトリックを利用してはいけない。当院肘、応院肘といった、肘物の古書は案外役に立つ。私は盛んに利用するが、主の出生必ず明記しているので、かつて文句は来たことはない。焼け跡から人の死体を発見した。甲虫に肺があれば焼死で、肺がなければ他殺したい、つまり死後に火を放ったものと火ごとに載っているが、私はその話を利用して死体の甲虫に肺を押し込んだことを書いている。甲虫に肺を押し込んだが、鼻の穴には押し込まなかったというオチである。これも火ごとから得た材料の一つである。豆粒を敷居の溝に置いて、夜中に人が出入りすれば豆は一人でに動くという話である。その敷居の上の豆をわざわざ動かして、反証を作ったと書いたこともある。これも肘物から得た材料である。この種の材料には皆出生書いておいたはずであるが、肘物から少なくとも10個の材料を得たはずである。桜影日ごとは伊原西閣の作と言われるが、名文であるにそういないとしても、当院肘ほどの材料はないようである。物知り化をする人間を私は好きになれないが、本当の専門家の話には、思いもよらぬ好材料が潜んでいることがある。私は一日駅路の研究者に会って、その講演を聞き思いもよらぬ材料を二つ得たことがある。一つは田舎の出来事だが、守護老師の町人は未族まで死刑にされたという例が二つ。もう一つは、田舎の遊女つまり飯盛り女郎は自殺や相対時にを防ぐために、不自然死の場合それが、己に出たとわかると、親元に身の白金を弁償させたということである。昔の法令にはいかにも残虐なものが多かったようである。いつと昔前は、生産借りと明記することさえ禁じられた時代がある。その頃の小説はいかに間の抜けたものであったか私が改めて書くまでもあるまい。小説にまたは新聞に生産借りという文字を使わなかったところで、生産借りの自殺や犯罪は減ったわけでなく、牛の国参りが唯一の殺人方法であったわけではない。随分おかしな話である。私は毒物として、もっぱら玉ゼリを使った時代がある。玉ゼリの毒に当てられて、友人の夫人が暴死したからである。
世の中には私どもの考えも及ばない毒物も存在するのである。近頃はトリカブトを用いるが、その毒性は詳しいことがわかっているわけではなく、足火も時々用いたが、そんな大した毒性はないと植物学者から聞いて、いささかがっかりしたところである。足引きを舐めて馬がヒョロヒョロになる図などはなかなかに面白いが、そんなわけにはいかぬものらしい。これを要するに私はふとしたことが起因となって、銭形平次380何編50巻はじめ、池田大輔10巻がいくつかの取り物小説を書いてしまった。今さら100の部も及ばない。しかしこういうことを考えている。いつの時代を舞台にして、いかなる小説を書こうと、結局は何らかの形で現生活と結びつかないものはありえない。100の、ドン・キホーテ、を書こうと、1000の、ダルタニアン、を書こうと、それは大した変わりはないということである。それでよろしいのである。我々は現代以外の生活を経験しないからである。